知らなかった方が幸せだった雑学、豆知識集？タイの口の中にはかなりの高確率であれが住んでいる、ググれ、グロ注意。いやー、なんていうかこれは。まあ自己責任でググってみてください。ゴキブリは15分おきにおならをする。ゴキブリのおならを嗅ぎなら生きているんですね。人間って、こ、ん、ち、く、そ。ピキピキ。市営プールで1時間泳ぐ間に、12分の1リットルの尿を吸い込んでいる。こんなに聞いたらもうプールに行けなくなるな。喉乾いたからといってプールの水を飲むのはやめましょうね。コンビニ弁当を容器ごと温めて食べる行為はガンマッシブラ。一粒子が熱せられるとプラスチック容器を少し溶かす。2個の時生じる副産物は、発がん性物質で知られる猛毒。おわた。取れたての椎茸の裏のひだひだの間には、小さいウジ虫みたいなのがうじゃうじゃいる。ああ、あれね、たまに見ることあるよ。皆さんも椎茸はよく洗いましょうね。Why。地球温暖化の原因、実はよくわかってないらしい。あれ、あんだけ騒がれてたエコとかの立場は、エコカー減税も飾りか。ゴキブリの交尾には前戯やフェラがある。ゴ、キ、ブ、リ、は、じ、ま、た、な。やはりこういうのをおろそかにしない種族が長く生き延びるわけですよ。宅配ピザの L サイズの原価は150円ぐらい、トッピングにより変わるが。まったくなんというぼったくり。たまに全然具が乗っていないピザとかあるけど、もっと気合い入れろよ。Why。保健所に連れて行かれた犬猫は薬で安楽死されるようなことはなく、二酸化炭素で窒息死させられる。一酸化炭素は死ぬ前に意識がなくなるのに対して、二酸化炭素は最後まで意識が残りかなり苦しいらしい。ウーロン茶にはダイオキシンが含まれている。ごく微量で一生飲んでも影響しないとのことですが。まあ、安全な食料品なんて今の世の中なかなかないような気がします。Why。ニュースの事故で報道される、全身を強く打つ、歯腕や足がバラバラになっている状態のことを言うらしい。さすがにニュースで事故に遭ってバラバラになったという発言は使えないでしょうね。今度からニュース見るときにいろいろ考えてしまいそうです。Why。まんじゅうは人を生贄にしていた行事で、人の代わりに捧げる代用物として生まれた。まんじゅうにそんな役目が、今度から残さずに食べるとしましょうかね。Why。日本では年間1万頭のお猿さんが駆除されてる。なんとも言えない雑学です。まあ、猿だけでなくいろいろな動物も駆除されているようですよ。Why。病気で精子の検査があると自分の手でしこって出さされる。その時病院がエロ本も貸してくれる。検査のためだから仕方ないって言えば仕方ないですよね。まあ、さすがに関心はいないとは思うんですが、どうなんでしょ。Why。チンコは硬くなっている時に無理な力を加えると折れることがある。これは男性にとってはさぞ恐怖なことでしょう。ま、さ、に、命、が、け。ギロチンの後陣によってはしばらく意識が残っている。これは想像すると血の気が引きますね。昆虫が死んだ後ピクピク動いているようなああいう感じなのかな。Why。お香などによく使われる香料アンバーはクジラの耳クソが原料。ほうほう。クジラの耳クソを嗅いでまったり落ち着いているわけですね。雨のシーンとかで流れる曲、ハベ、ヨー、エベア、セイン、テイ、ライン。歌詞にある、その雨を見たことがあるかい？とは、ベトナム戦争時のナパーム玉の雨のこと。なるほど。本当の意味も知らないで、あれいいよね。って思ってることっていろいろありそうです。ゴキのかかったホイホイに火を放つと、キーキーと大合唱が聞ける。ゴキブリたちの壮絶な最後というわけか。だからって試す気にはならないですが、Why。子供、を漢字で書いたとき、備える、なのは昔子供を生贄として神に備えていたからという説がある。これはちょっとゾッとした。まあ信仰の類というか、どこの国でもえぐい内容は多いですよね。Why。マスオさん家族が磯野家に居候することになったのは、
前に住んでたとこの大家さんと喧嘩して追い出されたから。なんというダークファンタジー。普段ニコニコしている彼もきっと心の闇を抱えているわけですよ。ええ、カツオの刺身でも寄生虫の被害が多かった。そのためにできた産物がカツオのたたきらしい。やはり刺身自体衛生的に考えて危険ですよね。それでも食べたいという人類の欲求と知恵といったところでしょうか。関節が鳴るのは骨が擦れてるわけではなくて骨髄液の気泡が引けた音。たまにものすごくいい音を出す時がありますね。勢いよく引けたってことか。団体が真剣に女性器の呼び名を募集したことがある。いろいろな歴史があるわけですね。そもそもこの団体は何が目的だったんだ。生まれる前は誰もが飲用療法をやっていた。まあ、だからといって今更はできないですよね。一部の変態は知りませんが、気持ちよくない時でも潮は吹く。なんと、これは知らなかった方が幸せだったかも。クロレラの健康効果は特にないが光過敏性皮膚炎を引き起こす効果はある。百害あって一利なしとは、なんてこったい。宇宙からもコンクリからも人体からも放射線は出ている。どこにいても誰といても安全な状況じゃないということですね。いっそのこと開き直って生きようじゃないか。ラウリル硫酸塩はタンパク質を壊すのでシャンプーすればするほどボロボロ。洗っているつもりが実はボロボロに。洗いすぎ注意っていうのはここから来ているのかな。桃、リンゴ、梨、梅それぞれの種子にも生産、デカクンモト、を含む物質が含まれていて腸内細菌によって分解されて生産を生じる。種を食べるのはあまり良くないとは聞きますがね。まあ。